お疲れ様です。クロスのリーです。ナイスです。よいしょーい。はい。どうでしょう、今、アリスパ福岡。まあ、やばくない？やばいやばい。もう、まあ、ちょっといろいろあるね。いや、もう、ちょっと、思う。いや、えぐいって。うん、いや、こん、まあまあまあね。うん、まあまあ、取ってね、喜ぶこともあるんで。そうまあ、取られて悲しむこともあるけど、うんうんうんちょっと来年大丈夫かやばいよね。ちょっといろいろ思うところはあるね。いやもうこんなんで来年戦えますみたいな正直、うん、でまだ不透明なやつもいるの考えたら、まあ、抜かれ方やばいよって割と主力選手がそうもうちょっとまだ浮いてる状態。そうだねこれねいやある程度決まった上でこの抜け方ならまだわかるけど不透明が多すぎるしなんかまだネットにこちらほら出てる噂に心をね揺さぶられんのよ。加入もそこまで決まってないし。いやマジそれエグすぎるちょっと。ということで、はい、はい、今日の企画は、はい、アビスパ移籍大会議。はい、はい、まあね今回は、うん、現在今決まってるところの移籍の情報を言うプラス、うん、まあ我々が、うん、まあね過去やった企画なんですけど、5人ずつ、うん、欲しい選手を。はい考えてきてるのでそれを発表したいなと思ってて、はい、まあちょっと長くなりそうなんで、うん、前編と後編で上げていきたいと思います。はい、はい、皆さん長い動画ですけども、はい、お付き合いください。お願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ行きましょうかね、はい、ちょっとすみません今日僕ちょっと野球の帽子なんですけど、はい、すみませんちょっと普通に仕事終わりなんで野球の帽子なんですけど鼓なのパターンなんですけどちょっと仕事終わりなんで、はい、ちょっとこの時間取っていきましょう。はい、はい、うん、じゃあまずちょっと振り返りから、ね、振り返りからいきましょうかね、うんうん、アビスパ福岡、うん、もうちょっとねちちらほらと決まった、うん、決まってないように来てる状況で、はい、他チームへ移籍が確定した選手からいくと、はい、まず山形の熊本選手、はい、熊本選手これ1年ねまあそうね、うん、ちょっと熊本選手は悔しい、うん、挑戦にはなりましたけど、はい、まあなかなか出場機会の中で、うん、まあ奈良、うん、グローリーあたりのやっぱその壁をね、うん、越えれなかったなっていうのはそうねうん、まあちょっと山形でもう一度ちょっとこう、はい、戻してね研鑽してもらってって感じですね、はいはい、で次からがちょっと悲しすぎる、はい、ちょっとね思い入れのある、ね、いやーもうえぐいえぐいえぐい、うん、もう俺ら以上に多分もう本当に個人で推してる人が多いような選手だったんでイメージ的に、うん、なんかもう思い浮かぶというか、うん、この人たちめっちゃ悲しいんじゃないかみたいな、うんうんうん、まず、はい、セレッソ大阪にクルークス選手が移籍しました。ここはね、でもある程度覚悟はしとって、そうね、うん、だいぶ前から忘れてたし、もうここ行くんだろうなっていう、ちょっと予測は立てとったけどね、まあでも合うんじゃないかなとは、スタイルに合うかなと思ってます、うん、ちょっとサクサクいきますね、はい、2人目が、はい、広島に七選手ですね、パパ、答えたー、ね、いやそうね、クルークスは割と心の準備できたけど、うん、なんか七に関しては俺、結構ギリギリまで信じてたから。そう一応ね、ハセチルっていうところから、もうちょっとこう、アビスパでねっていうところを、ちょっと期待して、いやー、そうね、なんか、しかもやっぱり、あんだけさ、うん、試合出てたじゃん、正直、うん、なんかこ、抜けた時の大きさ、えぐいというか、うん、やっぱ、あんだけの試合数出てたら、こうなりますよね、うん、というところで、はい、もう一人、最後、はい、これ、本日出た情報ですね。はい、ビファーレ長崎にファンマ選手、これもちょっとびっくりやった、ね、いやもう、うん、俺ここは安泰やと思ってた、ね、いや俺も絶対アビスパ出せねえと思った、うん、正直、うん、まあこれ出しちゃうのっていうところはありますよね、いやかなりの、ね、主力選手ですよ、うん、もう最後残留かかったところで、いやそうね、活躍だって2022 MVP ですか、いや本当そうです、信じられない、うん、いやなんかいやもうこれ、これじゃ言い方あるんですけど、ファンマ選手を出すイコール何かが決まってないと割に合わない、そのぐらいね、チームとしてはもう重要選手だっていうところだし、いや大型なフォワードが来るんであろうっていう予想が立てられるよね、いやそのぐらいファンマの穴ってのが大きかったんで、うん、まあ、ちょっと皆さんね、悲しい出来だったと思いますけど、はい、まあ以上が、他チームの出席が確定した選手ですね、はいはい、で契約満了だと、うん、桑原海人選手と東谷選手ですね、うん、まあ、本当にもっと語りたいことはあるんですけど、うん、まあ、ちょっとね、この後も長いので、そう、僕はもう基本的に東谷選手好きだったので、ずっと好き、ちょっと、うん、
悲しいし、なんか悔しいなっていう。センスのあるね。いや、そう。選手。で、なんか、インストーリーでも、うん、アビスパお世話になりましたみたいな、うんうん、なんか、今日かな、昨日かな、多分最後までトレーニングつけてくれてありがとうみたいなのがあったんで、うんうん、なんか、ぐっと胸を締め付けられましたけど、うん、まあ、新天地だよね。まだ決まってないと思うんですけど、まあ、早く決まればいいなって。まあ、これがプロの世界ですね。いやー、厳しい、うん。俺めちゃくちゃ寂しいよ。そうね。もし行くとこなければ、はい、クロスとチャンネルで、ぜひ。え、何をするの？サッカー選手や別に。銀行に融資受けに行く。遠谷俊樹選手の契約金ってことで500万ぐらい。そうですね。で、契約更新の選手で言うと、はい、宮、はい、長石、はい、中村、はい、金森、はい、ね、で、井上、はい、田辺、はい、平塚、はい、上吾、うん、で、奈良、はい、湯沢、はい、山井、はい、村上、はい、で、田中、はい、で、今日だったんですけど、前島選手ね、はい、まあ、順当になんか後ろの方は固まってきたなっていう、まあ、ちょっとグローリーが出ないのも少し怖さはあるけど、うん、まあ宮、奈良、湯沢、前島、うん、ここが決まったのはちょっと大きいなと思います、うんうん、まあ、移籍が決まってる選手ですね、はい、いますんで、うん、お願いします。はい、1人目があの、はい、FC 東京から今野選手。今野選手、うん、コンティン。コンティンです。コンティン、はい、で、2人目が、いわき FC からゴールキーパー、サカタ。あー、サカタ。サカタ、サカタ。あれ、あの、マリノスからやってサカタ。いわき FC がサカタ。まあ、この2人もね、もっと後は移籍加入選手決まったらまだね、ですね、個人個人の動画上げたいなと思うんです。結構、まあ、2つとも、2人とも面白い経歴もあるんでね、うん、まあ、去年のあの移籍決まった選手たちを発表するような感じでね、うん、今度またちょっと取り上げたいと思うんですけど、まあ、今度選手でいくと、まあ、レフティで、そうね、まあ、かなりドリブラーというところで、そうそうそう、まあ、グループ選手が開けた穴のところをレフティで、まあ、埋めてくれるんじゃないかなというところと、まあ、坂田選手でいくと、まあ、ゴールキーパーというところで、まあ、昨年、まあ、村上選手がね、あのね、おととしから好調で、まあ、山井選手とかね、長石選手出場はしたけど、なんかこう脅かすような活躍っていうのが、うね、まあ、長石選手結構いいシーンはあったんやけど、もうちょっとね、そうね、キーパーでの争いっていうところも含めて、まあ、J3 から J2 に上げた坂田選手っていうところで、もっとこうゴールキーパーね、層も厚くなって面白いじゃないですか、ね、やったら面白いなっていうところですね。いや、ですよ、ですよ、うん、でも競争がね、生まれて、うん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、 ちょっとまた新加入は、なんかちょっと改めてね、はい、やりたいと思います。思います、はい。どうですか、一言だけもらおうか。うん、いやー、まあ、本当に父選手、クルークス選手、まあ、ポンス選手、ファンマー、まあ、特にファンマーとは、もうなんか思い入れがかなりありすぎて、苦しい時をかなり助けてもらった、父選手もね、あんだけ試合出てね、タフやねってずっと言ったやん。まああれが抜けるとなるとかなり厳しいよっていうね。アビスは本当にこれはきついよ。常にギリギリカツカツでやっていけるけん、やっぱりこれだけ田村選手を抜かしてしまうと、やっぱそれなりの選手を取らないと厳しいなっていう。だってさ、もう鈴木団子だよ、うん、週に4日ぐらい出てくれるバイトの人が急に抜けたら、もう誰が穴埋めるって話やねん。そういうことよね、マジで。本当に、まあ、ちょっと悲しい、悲しいけど、まあ、私選手とかに関してはね、ACL とか、そう、そういうところがあるんで、まあ、ステップアップっていうところで、楽しみではあるね。いや、アビスは待ってますよ、うん、もし、もうその広島でのチャレンジがうまくいかなくても、うん、アビスは待ってます、はい、選手、まあ、成功も祈ってます、ね、そうですね、はい、お父さん、選手、妹さん、おじさん、はい、皆さん、本当に2年間ですかね、はい、短い間、ありがとうございました。ツイッター、今後も拝見させてもらいます。はい、はい、そうです、ね、うん、まあでも決まってないところで言うとね、うん、前選手とか、はい、山岸選手とか、はい、ルキアとか、グローリー、もうね、ちょっと不安なのよ、うん、ちょっとやばい、ね、ほっとしたい、うん、せめて、うん、山岸、そうね、欲しいね、せめて山岸、うん、って感じ、正直、うん、ですけど、はい、じゃあ、はい、行きましょう、はい、超、超、アビスパ、超移籍大会、はい、はい、まあ、我々が5人ずつ挙げてますので、はい、まあ、そこを、発表していきたいなと思います。皆さんもね、はい、もしよければこの5人だとか、うん、いや、それはないだろうとかあると思うので、はい、で、現時点で契約が決まってない選手をちゃんと挙げてるので、うん、まあ、ちょっと投稿するときもしかしたら決まってるかもしれないですけど、そこはご愛嬌ということで、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ、じゃんけんで順番決めるか、はい、先行か
高校で、はい、はい、じゃあ夏の方から、はい、第1人目、はい、お願いします。今回は2人ですよね。2人ずついきます。じゃあちょっと後ろの方から言おうかな。後ろの、ね、ポジションの話ね、デュエンシュウメナ選手から言おうかな。はい、まあ1人目、はい、いきます。これは俺ね、去年も言ったよね。もうどっちかというと、まあ、希望枠、はい、難しいかもしれないけど希望枠っていう選手で、はい、川崎フロンターレの山村選手。いやだ、去年もやし、おととしもだって言った。そう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 、 J1 に上がる年も言った。そう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 、山村選手俺も言った多分。いやこれ毎回やってる、ね、実現できるかできないかとかなしにして、 やっぱり、ディフェンス、まあ、中盤、フォワードまでいけちゃう、まあ、ユーティリティーさ、いや素晴らしい、もうあれだけ何でもこなせるっていう選手やっぱ欲しいなっていうアビスパで、高身長、そうイケメン、もうアビスパに持ってこい。いやそうね、本当に。いや特にやっぱ、今年ね、いろいろコロナとかで、そうそうそう、まあ、台所事情苦しくなった時に行ってくれたらね、そう、プー選手がおれば、これ今さ、それこそサイドバックユーザーですらさ、右も左もできてっていうだけでもすげえ助かるじゃん。ね、そう、そういう選手がさ、後ろも前もできてっていう選手がおれば、ね、まあ、アビスはもっとね、やりやすく、うまく回るかなっていうところで、これは本当に希望、はい、難しいかもしれないけど希望枠で、今年も山村選手。ああ、素晴らしい。いや、いいと思う。はい、欲しいもん、実際。これは切実に欲しい。もう数年前から欲しい。そう。し、やっぱ、多分 J リーグの皆さんだと、好きの皆さんは山村の良さってもう絶対みんな知ってるから、あのユーティリティさ、得点にも絡めます、守備もできます。まあ無理やろって言われたらおしまいやけど、まあ無理やろっていう選手は最近取ってきとるけど、まあそうね、ようやくちょっと現実味を帯びる位置ぐらいには来れたのかなっていう。山村選手も全盛期の年齢をちょっと過ぎ始めて、フロンターレまだ強いじゃないですか、なかなか多分全試合出れないと思うんで、ちょっと出場機会求めるとかで、ね、うん、福岡、はい、あると思います。ぜひお願いします。届けこの思い。はい、はい、じゃあ俺誰から出そうかな。よっしゃ。じゃあ俺も後ろからの選手からいくんですけど、うん、僕はセンターバック、はい、山村選手センターバック仮定した場合、うん、センターバックはとりあえず去年結構今年安定してたんで、ではなくやっぱり七が抜けた左サイドバックですね、うんうん、これは選手というかチームをフォーカス当ててます、うんうん、セレッソ大阪からマルハシ選手、マルハクルークス上げたんでね、うんうんうん、もらいたいと、うん、でマルハシ選手なんでチームにフォーカスかというと、うん、マルハシ選手じゃなければ、うん、山中選手、うん、どっちかくださいと、うんうん、せめて、うん、あるんじゃないかなと、はいはい、結構やっぱあの2人って高いレベルで競ってると思うんで、うんうん、なんかどっちかね、うん、ちょっとこう、そうね、うん、いけないかな、うん、でマルハス選手はやっぱ守備力安定してますんで、やっぱアビスパどうしても守備のチームになるんで、うん、なんかサイズ感もある程度ありつつ、うんうん、っていうところでいいのかなと思う。そうね、まあキッカーとしてもね、そうかなり、ね、うん、だから攻撃もなんかバランスいいじゃん、うん、どっちかっていうと山中選手の方が攻撃に振ってるイメージがあって、うんうん、高いストレートね、うん、アビスパだとやっぱあの位置取られてしまうと、うん、多分チームでカバーしないといけなくなっちゃうから、うんうん、山中選手が入ってもなんか新しいアビスパのスタイル見えると思うけど、うん、どっちかっていうと今のスタイルで言えば丸橋選手の方がより近いのかなって。確かにね、うん、丸橋選手、はい、いいね、いいやろ、まあ、キッカーはすごい俺も考えながら思えたけど、ね、そうね、いやそうなんや、不安要素やけど、5っていう枠の中で、うんうん、なんか結局抜けた選手多すぎて埋めない監督多すぎるけど、うん、やっぱりキッカー不足してるから、うん、そうね、マルハス選手大事やけど、かなり得点やけどね、うん、サイドバックでマルハス選手、はい、まあ、経験も豊富なんで、はい、J1 経験豊富なんで、うん、安心できる、はい、はい、2人目、2人目いきましょう、お願いします、はい、2人目どうしよう、後ろから行ったけど後ろから行ったけど、まあ、ちょっと俺の全然でいいよ、大目玉は、うん、もう次回取っとく、あ、次回取っとく、はい、次回取っとく、じゃあここ次行きます、はいはい、次も、ディフェンスラインで、それこそ七選手のところを埋めてもらえたらって思うのが、名古屋グランパス吉田豊選手、あ、これは結構ツイッターでもね、はい、取ろうぜっていう噂出てます。いや、ここは本当にそれこそ本当に清水エスパルスがね、清水エスパルスが狙ってるみたいな噂もあったんですけど、まあ吉田豊選手ちょっとね、昨シーズンの名古屋で、うん、名古屋のサポさんも言ったけど、まあ、なかなか出場機会がね、
そう、うん、見込めなかったっていうところで、まあ、ちょっとフォーメーション的なところもあるやろうし、監督にちょっと合わなかったのかもしれない、ね、もちろん年齢のところもあるかもしれんけどねっていうところが、あ、もしかしたら髪型も、髪型があんまりすごらなかったかもしれない。名古屋のね、上品やから突き取ったけどね、今までそうまあでも本当にそういう意味で、吉田選手としてはもちろん出たい、そうね、うん、もちろん出たいっていうところ、ね、アベスパの時、展望決め通しね、そう行って相性悪いよ、やられる、結構、本当に、いや、違う、アベスパで、うん、多分開幕戦かな、オンボールしちゃう、そう、だからあれ、アベスパでのゴールやけど、ヘディングもう、もう1点決めてるんで、いや、でもなんか本当にそのアビスパの時、吉田豊選手もマジで嫌やなっていつも思うやん、こいつイラつくみたいなさ、相手やったら思うやん、いや、いやしでも頑張れるってとこ考えたらもうアビスパより、そうそう、アビスパより本当に失選手かなり高い、そうね、で、吉田選手かなり高いっていうところでいくとめちゃくちゃいいからっていうふうに、まあいい補強になると思う、多分奈良ちゃんとかと喧嘩するやん、いや、そう、バッチバチイメージながらっていうところで、ね、まあ、吉田豊選手、まあ欲しいな、まあちょっと、ベテラン寄りの2選手に今のところなってしまってるけど、まあ欲しいなっていうところで、吉田豊選手、はい、素晴らしい、はい、で、私の2巡目の指名、はい、俺も基本的に、ちょっと来週に、うん、来週とか、次の回に目玉を持っていくから、うん、ちょっと、まあこれもありていなやつなんですけど、うん、僕はフォワード、はい、清水からチアゴサンタナ、はい、もうこれは噂も出てますね、あるね、あるね、はい、これはあるだろう、多分現実に、まああると思う、うん、ただやっぱ競争率は高いかなと思うし、うん、あとまあどんだけ守備できるかなみたいなところもあるかなと思って、うん、まあ言えばハンマーの穴、うん、あんだけ体張れる外国人フォワードっていうところで思ったんですけど、うん、まあ長谷部監督が果たして取るかみたいなところはそうね、いやそうなの、俺もフォワード考えよう中でやっぱり守備、いやそうなんのところを、いやもうちょっと今回してしまうけども、うん、来シーズンはでもそこばっかりによっても、ね、全く同じでやっても、ね、全く同じような結果になってしまうのかなみたいなところもあり、やっぱり得点、いやそう、ね、取れる選手もやっぱり入れていかんと、そう ね, ね、まあ、そういう意味ではやっぱチアゴサンタナ、うん、あれかなと、降格したチームで得点王なんて、もうマジで得点王、得点力エグいから、うん、まあ、おすすめっちゃおすすめですよね、まあ、だから僕はファンマーを出すんだったら、まあ、これぐらいの選手を取ってきてほしいなっていう意味を込めて、うん、チアゴサンタナ、はい、ここはね、まあ、入ったらまあ大事よ、うん、あんだけ得点決めてる選手がリスパチ欲しいね、ウェリントン最大、いや本当そうねいやいや、まあまあ、でもメリントンも今のところ空いてちゃるっちゃ空いたけど、まあ、今正直メリントンはちょっと役不足なのかな、そうね、メリントンとかウタカとかあの辺もね、ちょっとこう、いや、ね、やっぱファンが出したらそれよりもうちょっと上の取ってきてくれないとサポーター的にはちょっと納得できない、そうね、うん、はいはい、はい、まあ、今のところこの4人ですね、ですね、はい、山村選手、はい、吉田豊選手、と丸橋選手とチアゴサンタナ選手ですね。で、なんかあれちょっと年齢層が高い。いやそう、はい、いやそうなんですよ。それ俺それいやずっと考えてた。すみません、僕でも来週、次のでは若手まとめてます。あ、俺もまとめてはないけど来週の若手がいる。あ、そうね、うん、やっぱ、はい、でね、やっぱ J1 ってなると難しい。やっぱ難しい、結構経験値がないと。そう。取れない。そうね。怖いね。そうね。でもアビスパが目指すこう、うん、強豪クラブっていうところに向けて、もちろんやっぱり育成っていう面をやっぱ試していかんといかんのやろうけど、降格したらいいんだよ。いやそうね、うん。っていうところはあるけど、やっぱある程度経験のあるこうね、すぐ使える選手が必要なのかなっていうところで、そうね、やっぱちょっとね。いやもうそうなんだ。年齢層高くなっちゃう。我々もなんかスカウティング不足やる。不足。正直。やっぱ信頼ってやっぱね、お金で買うしかないから。お金で、ね、本当に。というところですね。はい。はい、まあ以上が前編になりました。はい、後編では。まあ、残り3名ずつですね、上げていきたいと思いますので、はい、まあ、皆さんの、そうね、コメントどしどしください、はい、皆さんのこう欲しい選手だったりも載せてもらえると嬉しいです、お願いします、ではまた次の動画でお会いいたしましょう、はい、バイバーイ。